マスター、この間話したことを覚えていますか？あ、それもあるんですが、理想の関係の話です。あれから考えたんですが、私、マスターと理想の関係を目指してみたいのです。あ、今はもうマスターとアファシスの関係がそれぞれ違ってることは分かってますよ。正解なんてどこにもないってことも。あの時も言いましたけど、マスターは最初は本当のニュービーだったのに、すごく努力してどんどん強くなって、優しいところとか楽しいところとか変わってない部分もあるけど、マスターがここに来て変わったところも、やっぱりそういうのを成長っていうのかなって思ったら、私も一緒に成長したくなりました。マスター、私マスターのことが大好きです。マスター、私嬉しいのです。さっきも幸せだったのに、それよりも上があったなんて。マスター、これからも頑張りましょうね。変わらないこと、変わること、どちらも一緒に、私たちの理想を目指して。